夜18時、バッテリー上がった、レスキュー呼ぶも、1時間以上かかる上に、1万5000円も取られる、キャンセル。私は、知人の力を借り、この時点で19時半、すぐにイエローハットと、ダイソーに行き、バッテリーと、工具を購入、バッテリー交換に挑むも、工具が合わないため、またダイソー、結局21時に完了、疲れた。